落ち系図に、現在の国境を入れた、図東から北に屈曲するカルパチア山脈、西に、アルプス山脈、南に、ディナルアルプス山脈パンノニア平原は、カルパチア山脈、アルプス山脈、ディナルアルプス山脈の尾根に囲まれた、中央ヨーロッパに存在する平原である。現在のハンガリーとスロバキアの全領域と、オーストリア、ボスニアヘルセゴビナ、チェコ、クロアチア、 ルーマニア、セルビア、スロベニア、ウクライナの一部を含む、ドナウカワナカ流域のほとんどを含む、北部と東部が山岳地帯であり、中央部がハンガリー大平原、西部が丘陵地帯のドナーントゥール地方である。ドイツ語ではパナニシャティ・フェビン、またはパナニッシュズベカン、スロバキア語ではパネンスカ・パンバ、または カネスカニジナ、ルーマニア語では、キャンピアパノニカ、英語では、パンノニアンプレーンという。地形的には盆地であり、カルパチア盆地とも言うが、パンノニアという地域名は、現在のハンガリーのドナウガー西岸、すなわち、ドゥナアントゥール地方の故障であり、実際のカルパチア盆地の西南部、全体の4分の1程度の地域しか指していないため、パンノニア平原を、 カルパチアボンチ全体の故障とするのは、不適切だとの考え方もある。カルパチアボンチは、ハンガリー語では KRP、トンミーダンス、ケルピアトンムダント S。ドイツ語では、カルパテンベカン、カパスカル TNBKN。スロバキア語では、カーパッツをカコートリナ、カーパッツをカコートリナ。ルーマニア語では、ビジーヌルカーペティ、ビジーヌルカルパット S。英語では、カルパテアベイスン。 K, ポリエチレンシータイン ,BSN と呼ばれる。1920年のトリアノン条約によるハンガリー王国解体までは、ほぼハンガリー王国の領域と重なっていたため、ハンガリーではハンガリーから領土の活動を受けた継承国を刺激しないためにもっぱら歴史的ハンガリー、すなわち旧ハンガリー王国、ハンガリー製干渉法。 大ハンガリーの半島を指す場合の遠距離用法として使われることが多い。1920年のハンガリー王国の領土の分割、約1000万年前から約60万年前まではパンノニア海と呼ばれる旋回を形成しており、地盤は厚い海底堆積物の層である。ありがとうございます。